株式会社、ミライトテクノロジーズは、大阪市西区に本社を置き、情報通信機器、設備の建設、保守点検を行う、西日本最大の通信工事会社、NTT グループへの売り上げが主力となっている。2001年10月、近畿通信建設と JCOS の合併により、コミューチュアとなった。住友グループの企業である。2010年10月1日、 コミューチュアとダイミン株式会社、株式会社東電通の共同持ち株会社、株式会社ミライトホールディングスが設立されたことに伴い、ミライトホールディングスの完全子会社となった。2012年10月1日、ダイミンと東電通りが合併して、株式会社ミライトが発足されたことに合わせて、社名を株式会社ミライトテクノロジーズに変更した。 2016年6月17日に、ラントロビナンルテッド。2018年10月1日に、株式会社 TTK。2019年1月1日に、株式会社ソルコム。四国通り立て株式会社がミライトホールディングスの完全子会社となったことから、ミライトホールディングスの完全子会社は6社となり、そのうちの1社として、社会の発展に貢献するために、 グループ一丸となって邁進していくこととなった。2020年11月12日、2022年度早期の実現を目指し、ミライトホールディングスを存続会社として、ミライトテクノロジーズとミライトを吸収合併することを発表した。合併の目的は、本合併によって事業構造の転換を加速することにより、グループ間の意思決定の一層の迅速化や、 経営体制の効率化、経営資源の集中などを通じて、コスト削減を図り、収益力を一層強化することで、未来の社会インフラを作り守る、信頼あるグループであり続けることを目指すこととしている。エンジニアリングシステムインテグレーション IoT オフィスサービス。ありがとうございます。